はい、皆さんこんにちは、マナルギルフィジです。では今回は信長の野望大使続きをプレイしていきたいと思います。今3月で、兵糧が13万3000ということで、まあ少し心もとないというところはあるんですが、おそらくこれは相手国、まあ敵国も同じということで、今回、この3月というタイミングですが、戦線を布告していきます。標的は勝家ですね。勝家の息の根をいよいよ止めにかかりたいなというところで戦線を布告していきましょう。お見せしよう。ここまで勝家、家康と戦争を続けてきているので、まあ、勝家の息の根をそろそろ止めておきたいというところですね。では早速兵を出していきましょう。まずは、勝家本体と決戦か。さらに、兵を多方面から攻め寄せさせましょう。出陣しましょう。兵糧が尽きてきたら、そのタイミングで、兵をね、引く部隊を決めていければいいかなと思います。ちょうど毎年タイに行こうということで、この2018年1月から毎月タイに遊びに行っていたという、まあどうでもいい自分の目標をついに達成しまして、しばらくちょっとタイに行く予定がなくてね、寂しいなぁというところなんですが、まあその分、しっかりゲームの収録をね、頑張っていきたいなと思ってます。で、まあこれから年末年始になるので、年末年始になると、実は、なかなかゲームがしづらい環境になると。僕の家はですね、奥さんと共働きで、まあ、奥さんがいない時にゲームの収録をしているんですけども、年末年始はね、奥さんも休みなんで、なかなかゲームの収録する時間がないので、できるだけ今のうちに溜め撮り しておきたいと。撮っては溜めて、撮っては溜めてというのをしておきたいんですが、このシミュレーションゲームになってくるとなかなかそうもいかないというのもあるんですよね。で、今毛利との同盟が切れたという話でちょっと迂闊だったな。毛利との親善の状態はどうなってるか確認しましょう。まず普通に同盟が結べるかどうか確認します。毛利、あ、全然いけるね。同盟24ヶ月同盟結んじゃいましょう。で、これによって親善の信用度が下がるようであれば、これを上限まで再び引き上げましょう。まあ、原因を送っとけば間違いないでしょう。長宗壁も一応送っときます。まあ、この辺りとはもう戦争はしないということで、まあ、家康、北条、もちろん勝家、この辺りを葬ったら、まあ、もうほぼ天下は手中に収まったということで、まあ、ゲーム自体のプレイは終了していこうかなと思ってますんで、毛利、長宗壁には手を出さないというところですね。あとは、歩兵の状況を確認しておきましょうか。もう特にね、前線からほど遠いようなところに、多数の兵を抱えておく必要はないので、もう本当に、農兵ちょろっと、みたいな形にしておければいいかな、というふうには思ってます。で、その分、前線に兵を配置したり、あるいは、兵糧をね、しっかり溜め込んでいくっていうね、ことをやっていければいいかな、というふうに思います。まあ、こんなところかな。じゃあ、このまま時間を進めちゃいましょう。まずは、兵糧が補給される前に、ある程度、勝家軍を撃破しておきたいので。さて、金森長近、
ああ、3万の軍勢用意したのか。一方、堀秀政対1万3千なんで、これ、しっかり決戦の指揮を取って、金森長近対3万、これを撃破しちゃいましょう。と言いつつ、どっちに陣があるかによるんですが、うわぁ、長近の方にあるか。で、総兵数3万なものの、まあ、勝機を見出すのであれば、まず長近が2700と割と兵が少ない上に、敵の部隊は5部隊なので、長近を囲んで、しっかり撃滅するっていうのが、まあ、唯一取れる策かな。と思っ、それ以外にはちょっと考えられないよね。まずは陣を潰しながらの動きになるとは思います。では、早速、まず陣をどう潰すかという動きですが、覚悟し2てつものらおう。陣、1つの陣という形で割り振って覚悟潰ししにかかりましょう。で、残りはそのまま前に進めようというところなんですが、どうする？長近をできるだけ引き寄せて囲みたいので、川のところで待ち伏せしましょう。で、敵が川を渡ってくるところを一気に撃破していくという作戦でいきましょう覚か。悟しろ。ご命令を。で、堀秀政は当願然います。突出するわけにいかないので、隠れときましょう。で、ご命高山右近隊は、始めよ。ご命令細くだ川さい。隊とともに、森の中に隠れて、敵が都会始しめてきる。たところを横から、あるいは後輩から、皆さん、続いてくだ奇襲をさい。仕掛けていきます。まずは敵がどういう守りをしてくるかというところと、長近隊がどう出てくるかですね。まあ、敵は動かないよね。本当に動かないのかな。となると山の上まで一旦上がる。このままだと何もしないまま陣がない以上、やられてしまうので、しょうがない。ちょっと山の上まで進めましょう。始めましょうか。これが吉と出るか凶と出るか。本当にこのままだとね、しょうもないことに、戦わずして士気がゼロに減らされて負けると、敗北するっていうことになっちゃうので、ちょっとそれを避けるために陣を潰しながら、進んでいきましょう。これが我が策にございます。覚悟してもらおう。始めるぞ。で、あとは味方の本体はそのまま前に出ましょう。お覚悟願います。ご命令ください。覚悟しろ。部隊数が多いっていうのが唯一我々が勝ってる点なので、それをうまく使うしかないんですよね。お、雨が降ってきたな。では、こっからはちょっと細々した動きをさせていきます。部隊数の多さをうまく生かしますが、堀秀政隊がやられると、もう完全に戦いが終わるので、そうならないようにだけは気をつけます。これが我が策にございます。陣はすべて潰す。始めるぞ。敵の居お、所は長近がつか出みてきましたたか。な。3700まで兵自体は増えてますね。放て。しかも、いいことに、
長近だけが孤立してるね、今。なので、陣を伺う部隊はそのまま陣を伺わせて、残りの部隊で、長近を強襲しましょう。で、追って追いまくるという作戦でいけます。で、長近の退路を断つように、一部の部隊は後輩をつくという感じかな。始めるぞ。命を覚悟せよ。ご命令ください。始めるぞ。よし、これでいこう。敵の居所をつかみました。やりたい。前へ。今が好機。今だ。あとは陣が本当に潰せるかどうかぐらいかな。陣が潰せないとちょっときつくなるんで。覚悟してもらおう。始めよう。ご命令を始めるぞ。さあ行こうぜ。始めるぞ。我が策これに。時は今。力を合わせよ。ゲチよ、覚悟しろ。我らが意地、見せてくれよ。今だ、放て。好機は今ぞ。やりたい、前へ。ポイントは長近が配送を始めたときにしっかりそれを囲んで、その配送をさせない、壊滅まで追い込むっていうのが、まあ、唯一この戦いの勝てる可能性のあるやり方なんで、ちょっとそれだけね、しっかりやれるように囲いを作っていきましょう。覚悟しろ。ご命令を始めましょうか。ゲチよ、覚悟しろ。ゲチよ、始めるぜ。残りの部隊はもう我慢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 というところで、しっかり、おお、早速こういう形でね、あの長近が逃げちゃうんですよね。長近を逃がさないということが非常に重要なので、長近の退路を断つように、回り込ませながら、かつ追撃する部隊は追撃するという形をね、しっかり取っていきましょう。始めましょうか。やりたい、前へ。敵の居所。さあ、加藤義明が攻撃を受けているものの、義明の部隊は、まあ、ある程度ね、しっかりとした部隊にはなってるんで、まずは大丈夫ですね。さあ、残りの部隊はもう回り込みも何もあったもんじゃないので、しっかりしっかり行きましょう。で、ウコンがちょうど長近の足止めが効くので、足止めさせます。長近の足を止めてる間に味方の部隊で、追撃しよう。ここの回想のタイミングなんですよね。回想のタイミングでうまいことハマってくれれば一気に撃破も可能かなというところだったんですが、ちょっとなかなか長近の部隊数が多いので厳しいかな。長近をこのまま敗走に追い込みたい。敵の陣は全部潰したので、あとはもう本当に削り合いですね。で、うまいこといけばいきそうだね。よし、回想もう一部隊させたので、これで完全に戦闘意志を削いだという形ですね。我が策があれば勝つのは必然でした。さあ、これで総兵数3万の軍勢を、まあ、撃破したので、この隙にできるだけ、敵の城を奪っておきましょう。3万の兵がゼロになったわけじゃなくて、負傷兵として戻っていって、また戻ってきますからね。ここも成政2万3千に対して清政1万3千、自ら指揮を取ってしっかり勝利を取ります。敵の部隊数が多いとちょっと決まらないので、どうなるか確認したいけど、多い上に敵に再びか。しかも敵もなかなかどうしてという感じだな。唯一あり得るのは
初期数が5800で同じで、成政610、これをうまいこと撃破できれば可能性はあるかな。我が力お見せしよう。全軍突撃で一気に蹴りをつける。成政610というのが唯一というところだな。行くぞ。さあ攻撃力が一気に増してる。この隙に知れましたな。蹴りをつける。やりたい。前へ切り込め。今ぞ。撃て。成政の鉄砲だ。維新総伝がもうすでにやばい。さあもうあと2ターン残ってますからね。全軍突撃は。木曽義政隊を撤退に追い込みましたね。やりたい。前へ。今は引くぞ。さらにもう一部隊撤退まで追い込んでいる。ここの陣地でやられるのがきついんだよな。さあもう1ターンですね。維新総伝隊が撤退。これで一気に戦況が押し戻されるようではまずい。清正が393と若干厳しいかな。ああ畠山隊がここで回想か。ただ撤退させたので戦況を戻されるとつらいですね。数が少ないので。さあここからだ。まずは部隊を戻しましょう。で成政の部隊に集中する。成政が532でしょ。始めるぞ。清正は突撃はないな。高虎は規制崩しもない。藤高の足止めは誰の。これもあれじゃないな。利長を足止めさせてもしょうがないので、いや、ここはもう、やっぱり、成政隊を撃破することに専念しましょう。今ぞ、放て。やりたい前。これなんだよね。敵の陣がなければ、ひょっとしたら決着してたかもしれないというぐらいの、序盤の勢いを見せたんですけどね。ここまででかな。ちょっと足が止まっちゃってるっていうのと、成政隊を撃破どこまでできるかですね。策のある者がいるようです。いや、もうこれは成政隊を壊滅させて、大将撃破で勝利を勝ち取るという以外にはちょっとないかな。足止めは成政隊の足止めだったら藤高に足止めさせましょう。今ぞ放て。矢を放て。硬いな。今一度戦場へ。ゲチを始めるぞ。硬いよ。高虎は規制崩しかまして、藤高は足止め。誰。成政の足止め。成様になっちゃいましたけど、成政は足止めを徹底的にして、あと278。鉄砲が結構きついんだよね。よし、配送させる。
海藻ではない、目指してるのは海藻だ。ここで高虎の規制崩し、成政はいいでしょう。伊藤森政は臨戦態勢、まあ臨戦じゃないんだよな。今欲しいのはあくまでも成政の息の根を止める突撃が欲しいんですが、誰もないので、まあ、逃がす前になんとかこれを潰しましょう。敵の居所知れました。よし、なんとか成政隊撤退に追い込みましたね。全軍突撃で一気に敵の前衛部隊を蹴散らしたのが大きかったかな。かなりの激戦にはなりましたが、これで勝家の方はほぼ全軍がいなくなったに近いんじゃないの。殺してもよかったかな、部隊数削るっていう意味では。まあいいでしょう。利家が出てきたな。まあ、ここは揺るがないということであれば、委任で蹴散らしましょう。口ほどにもありませんでしたね。さあ、諏訪城を取りました。で、このまままだ兵糧に余裕があるので、一気に富山城あたりまで伺う？いやー、成政1万6千と戦うのはきついな。ここは一回機運城にしましょう。進むのです。待って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 、それはないよ。だって今清正が機運城を攻めてるんだから、堀秀政をそこに派遣するのは全くの無意味なんでやめましょう。とはいえだ、真正面から敵とぶつかってもしょうがないので、できるだけ敵をおびき寄せて陣がある状態で戦いたいですよね。どうする？手を打ちましょう。なかなかどこでやってもきついな。福光城、ここで敵を迎え撃ちましょうか。よし、機運城が取ってね。一つ二つとじりじりと敵を追い詰めていきます。出陣する。使いの者が来たよ。柴田家からの交渉、群馬34,000、まあこれはいらないかな。今は勝家を滅ぼすことに専念します。島津と長宗我部、今までのね信長の野望だと島津が肥大化することが多かったんですが、今作は大使は本当に長宗我部強いんですよね。おそらくこれ長宗我部と島津だと長宗我部が勝つんじゃないかなと思います。さあ、金沢城を落とした忠興ですが、これはじゃあ七尾城まで兵を進めます。長近が城主か。出陣する。報告いたします。先月の収支でございます。まだまだ兵糧ありますね。まあ、大軍と呼べるほどの大軍ではない状態なんで、それが功を奏した形かな。小西行長35。もう少しドカッと軍事系が欲しいので一旦更新します。どう？皆の考えを。いや、なんか悪化した感があるな。まあしょうがない、こういうこともあります。誰かが五光を放ってくれればよかったんですけどね。決戦後の兵力回復とかほんとすぐにでも欲しいわ。ちょっと今回は貯めましょう、施策力。特に軍事が欲しいので。前田利家と忠興がぶつかりますね。このまま行くと七尾城近辺でこれを撃破できれば本当に勝
合戦は終わると思ったら清正の方に来たか。高岡城での五詰め決戦になりそうだな。これは勝ちたい。ぐは、舞台数も少ないのか。なかなかきつい戦いになりそうだな。鉄砲隊もいないよね、味方には。いないよね。しょうがない。陣をひたすら守る戦いをしましょう。覚悟しろ、名を。始めよ、ご命令を。本陣は捨てて。2つの陣で敵を迎え撃つ。覚悟せよ、ご命令を。始めよ。始めるぞ。デチュ。始めるぞ。我に続け。舞台数でも劣って兵力でも劣るっていう絶望的な戦いになってるんで、まあここは相手をまずしっかり削るっていうことと、できれば陣をうまく使った守りの戦いで、結果的にまあ勝利できるというのを目論みます。覚悟せよ、始めるぞ。ご命令を。覚悟せよ。それにしても敵の突出が早かったな。ここまで来るスピードが本当全軍突撃使ってきてんじゃねえかっていうぐらい早い。利家はどこにいるの？利家は唯一の勝機が利家をいた。利家ここだな。いやー、こんなに後ろに利家いると無理だわ。しかもゴリゴリ来るね。策のあるものがいるようです。ちょっとこれ利家の部隊を攻撃するのも危険だな。まず清正を下げましょう。高虎を前に出す。清正の部隊が撃破されちゃうんでこのままだと。さあ敵の部隊1部隊改装させましたね。やりたい。前へ。策のあるものがいるようです。で、我が策ご覧ください。我が策ご覧ください。ご命令を始めるぞ。ゲッチ。あんまり下がると結局そのジンをね、手放すことになるので、それを絶対避けたいんですよね。これにて。幕とさせていただこう。やりたい。前へ。利家はどこにいる？利家はこちらの本陣を先に潰すという作戦だな。やるな。ご覧ください。この策で出し抜いてくれよ。策がございます。始めるぞ。格の差思い知るがよい。この攻めかわしてみせよ。今ぞ放て。放て。さあただここでチャンスが来たね。利家が一部隊孤立してるので、これ陣を捨てて、まあ幸いなのか奪われているので、又部はじめ、味方右翼の部隊をすべて利家にぶつけましょう。もう陣は突破されてしまったので、全てもうあとは唯一勝てる可能性があるとすれば利家を撃破すること。策のあるものがいるようです。ございます。始めるぞ。ゲチ、覚悟せよ。
この策で出し抜いてくれよ。覚悟しろ。ゲチよ。始めよう。敵の居所知れましたな。切り込め。ご命令を始めるぞ。いやー、それにしてもちょっと兵数が足りないなー。最大兵力が後藤又兵衛の、まあ言っても1500なんで、利家の2000をも真っ向から潰してもなかなか削りきれないですよね、これだと。ああ、ここで藤高が撤退か。ただでさえ少ない部隊数がさらに削られるな。まあ、こうなるとあとは敵をできるだけ減らすというところですかね。やりたい前へ。この策で出し抜いてくれよ。我が策ご覧ください。ゲチ覚悟せよ。命を始めよ。さあ、これでどこまで粘れるかだな。まだ利家の部隊の士気が旺盛にも程があるんで、すぐに削れる状態ではないんですよね。利長の部隊を撤退させた。よし、これで戦況元に五分に戻せればいいけど、畠山隊がここで回想。清正が151、ここまでかな。やりたい前。今は引こう。悪いがその首もらっていくぜ。この足止めと突撃のコンボ結構きついけどな。切り込め。まさか我らが。妻夫木隊が撤退です。清正が撤退。いやー、利家がこちらに来るとはちょっと思わなかったな。してやられましたね。てっきり忠興に行くかと思いましたけど。朝廷からの使者はどうでもいいですが、17000受けておきましょう。ここだよ、ここ。織井出政隊と利家隊、なんとしてもここは勝利したい。利家の前に2連敗は避けたいよな。さてと、敵の布陣などを考えながら待ちましょうか。まあ、陣がある以上はやっぱりどう考えても待ち受けたい、しっかり受けたいですよね、敵の攻撃を。で、今回ももう真ん中の本陣は捨てます。で、左右にあるこの2つの陣、ここに敵をうまくおびき寄せて、潰していきましょう。お覚悟願います。皆さん、まあ、平地だな、平地かな。あとは敵の出方一つ。利家がどっから出て湧いてくるかだな。策のあるものがいるようです。利家は右翼だな。こちらからすると左翼に展開してきてるんで、すべての部隊を覚悟せよ。ご命令ください。覚悟しろ。
左翼へと振り向け直す。ジンは捨てます。始めるぞ。覚悟せよ。ゲチよ、始めるぞ。命令してくれ。始めるぜ。で、秀政は、味方の大将堀秀政は600未満なので、まああまり前に出すぎないというところですね。まずは年長。肝心の年家はまだ来ないか。まずは受けて立ちましょう。敵の居所つかみましたぞ。叩き潰せ。年家がいないぞ。年家はどこにいる。完全に年家を見失ってる。いた、ここだな。年家に向かわせよう。ただ成政が一応それを阻むように年家の後ろを守ってはいるので、成政隊を撃破する必要がありそうですね。ご命令を。覚悟してもらおう。ゲチよ、始めるぞ。鉄砲隊がいればな。本当に鉄砲隊がいないのだけが悔やまれますね。やりたい前へ。仕方ねえ、一旦引くか。何しやがる。どうする。これさ、ちょっとポイントだよね。今攻める後期だよね。どう考えてもさ、年家を潰せばこの戦い終わるんで、年家潰しに走ろう。子供のサッカーじゃないですけど、年家を見つけたら全軍が年家を狙う。で、その間味方が回想したりするのは絶対に避けたいので、始めましょうか。全軍で年家を潰しにかかりたい。まずは年家にいかに早く肉薄するかですよね。で、年家が方向を変えると思うので、その方向転換がどっちかだよな。太鼓、ここは太鼓を打ち鳴らそう。仕方ありませんね。で、向かってくる年家隊を撃破する。か、和豊が奇襲を受けてやがる。策のある者がいるようです。さあ、年家の部隊をここでまさに撃破する。攻撃力をとにかく上げて上げて、一気に年家の部隊を追い込んでいこう。よし、階層にまで追い込んだね。敵の居所掴みました。よし、これで勝家の部隊はほぼ壊滅させたと言っていいでしょう。我が策があれば勝つのは必然でしたね。はい、ではね、ちょっと今回時間がだいぶ経ってしまったので、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、
まあ本当にいよいよ勝家の息の手を止めにかかりたいなというふうに思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。